現在のベルゲン・ウェルゼン強制収容所の入り口ベルゲン・ウェルゼン強制収容所はドイツプロイセン州ハノーファー県ベルゲンのベルゼンに存在したナチスドイツの強制収容所。セレから北16キロ、ハノーファーから北東65キロの場所に存在したアンネの日記を書いたユダヤ人少女アンネ・フランクが命を落とした収容所として知られる。公式には 大流収容所と名付けられていた。第一次世界大戦時、ベルゲンにはドイツ軍の戦争捕虜収容所が置かれていた。第二次世界大戦中の1941年にドイツ軍は再びここに戦争捕虜収容所を建設した。ここにはソ連兵捕虜が収容された。慰霊碑によると5万人ものソ連兵がここで拷問されて死亡したのだという。 新英体経済管理本部長官オズバルト・ボールの要請で1943年4月以降、この収容所は SS が監督することとなり、強制収容所に改築された。その改築工事は1943年3月から7月にかけて行われた。SS は当初ここを、高換ユダヤ人を集める収容所として想定していた。高換ユダヤ人とは、 外国で拘束されているドイツ人と交換するためのユダヤ人であり、イギリスやアメリカや中立国の国籍を有しているとか、あるいは何らかの理由でそうした取引に使えそうなユダヤ人のことである。1943年7月に2500人ほどの交換ユダヤ人を乗せた最初の輸送列車が到着した。このユダヤ人たちはワルシャワ・クラク・フレンベルクで拘束された。 ユダヤ人の内南米諸国のパスポートを所有している者たちであった。しかし彼らは350人ほどを除いて、ほとんどがアウシュビッツビルケナウ強制収容所へ送られ、そこで殺害されている。ついで8月半ばにギリシャのテッサロニキから440人ほどのスペイン国籍ユダヤ人が移送されてきた。彼らのうち367人は1944年2月に、 スペインに引き渡されている。その後もスペイン、ギリシャ、ポルトガル、オランダのユダヤ人を乗せた輸送列車が続々と到着した。交換ユダヤ人の数は1944年7月31日には4100人に達した。しかし、交換ユダヤ人がナチスにとって役に立つことはあまりなかった。連合国との間に、 交換ユダヤ人を使った取引が成立したのは、パレスチナで拘束されているドイツ人を220人のユダヤ人と引き換えにしたとき、アメリカで拘束されているドイツ人を800人のユダヤ人と引き換えにしたとき、また、スイス政府に対して1700人のユダヤ人を1人1000ドルで売ったときなどに限られている。1944年3月27日以降、 他の強制収容所の囚人の内病人や、高齢の者が、休養として、ここに送られてくるようになった。そのためベルゲンウェルゼンは、休養収容所と呼ばれるようになるが、だからといって、特別な医療施設が設けられていたわけではなく、その実態は、他の強制収容所と、ほとんど変わらなかった。医薬品もそれほど、多くなく、また収容所内の衛生状態が劣悪であったため、 伝染病が流行した。1944年夏には200人ほどの病人囚人に対してフェノール注射を打って殺害している。解放後にイギリス軍が撮影した合死した囚人の写真。ベルゲンベルゼンは休養収容所などと呼ばれていながらおびただしい数の死者を出した。死因として最も多かったのは与えられる食料の少なさによる垂直死であった。また病死も 非常に多かった。1944年3月から10月ぐらいにかけて収容所では結核が流行していた。ついで10月から1945年2月ぐらいにかけて赤痢が流行した。その後収容所が解放されるまでの間チフスが流行していた。最終的にはチフスに罹患していない囚人の方が少数派となっていたという。他にも急性肺疾患。 海鮮、単独、ジフテリア、ポリオ、農園、外科疾患、静脈炎などが流行していた。交流者が急増したことも、その原因である。1944年12月2日の時点で、ベルゲンベルゼンの囚人数は15,227人だったのだが、1945年3月には5万人にも、達している。これは、 戦争末期の他の強制収容所の撤収に伴う大量移送が原因であった。しかし本来ベルゲンベルゼンにこんな大量の囚人を置いておける余裕はなかった。限界を超えた人数が収容されたために管理がほとんど行われず、1944年以降は戦争末期のために食料事情が全く改善されないため、収容の実態は囚人を飢餓状態に置いて、 ガシや病死を誘うことしかしていない。1945年4月1日には死体焼却炉が止められた。毎日量産される死体に対して、その処理能力を等に超えていたからである。代わりに穴が次々と掘られ、まだ健康な囚人たちが収容所内に転がる死体を集めてその穴まで運んでいった。1944年11月に、 アウシュビッツビルケナウ強制収容所から回復可能な病人として3000人の助手が移送されてきた。その中にアンネ・フランクとその3歳年上の姉、マルゴット・フランクがいた。彼女たちは数ヶ月間をこの収容所で過ごしたが、1945年2月末から3月下旬頃にまずマルゴット、その翌日にアンネ・モチフスによって死亡した。敷地内には アンネとマルゴットンの墓碑が建てられている。ただし両者ともに、この収容所で死亡したことは分かっているものの膨大な遺体、遺骨の中で特定することは難しかったため、墓碑の下に遺体が埋葬されてはいない。ブルドーザーで死体を片付ける、英軍兵士1945年4月5日には、収容所の SS 隊員たちが、収容者に関する書類などを焼却して、証拠隠滅を行った。 4月12日に SS はドイツ国防軍の指揮下にあるハンガリー人部隊にベルゲンベルゼンの警備を委ね、SS 隊員たちは収容所から撤退していった。国防軍将校が接近してきたイギリス軍と交渉にあたり、その合意に基づいて収容所は非武装化された。そして4月15日に英軍が戦闘を交えることなく、ベルゲンベルゼン強制収容所を解放した。 英軍将校、ピーター・クームズは、収容所の状況を見て、誰もが、この場所に来て、彼らの顔を、歩き方を、弱り切った動きを見るべきだと思う。1日に300人ものユダヤ人が死んでいくが、彼らを救う手立ては何もない。もう手遅れだったのだ。小屋の側には、たくさんの死体が転がっている。囚人たちはせめて太陽の下で死のうと小屋から、最後の力を振り絞って出てくる。 私は最後の弱々しい旅をする彼らの姿を見ていることしかできなかった。と書き送った。大多数の囚人はチフスを罹患していたため、解放後も隔離のため囚人たちは5月1日まで収容所に留め置かれた。英軍は支給ベルゲンに看護組織を設置したものの、チフスの猛威は収まらず、英軍が収容所を解放した4月15日から6月20日の 間にも1万5000人もの囚人が死亡している。5月1日から撤去が始まり、生存者たちは3キロ先の戦車部隊学校へ移された。5月20日に、英軍は伝染病拡散を防ぐため、火炎放射器で収容所の建物をすべて焼き払った。穴に埋められた囚人たちの遺体もブルドーザーで掘り返された。1945年9月に、リューネーブルクで、 ベルゲンベルゼン強制収容所の運営に関与した者48名の裁判が行われ、所長ヨーゼフ・クラウマー親衛大隊以下11名が処刑された。2007年10月28日、収容所跡地に収容者の遺品等を展示する記念館が開館した。ベルゲンベルゼン強制収容所の模型収容所には複数の収容区があった。まず一般囚人用の収容区があった。 その隣には二つのバラックからなる中立収容区があった。ここは中立国の国籍を持つユダヤ人専用の収容区だった。下手作業用バラックのある区域を挟んで、その隣には1944年7月から設置されたハンガリーユダヤ人1683人用の収容区があった。ここのユダヤ人たちが一番優遇されており、彼らは 労働を課されなかった。しかも1944年12月6日にはスイスに引き渡されている。その隣には、交換ユダヤ人の収容区があった。ここは、ダビデの星にちなんで、星の収容区と呼ばれた。交換ユダヤ人も初めのうちは、比較的優遇されていたのだが、労働は、初めから課されていた。また他の主人と同様に次第に食料を減らされ、 高下ユダヤ人の死亡率は高くなっていった。さらにその隣には、アウシュビッツビルケナウ強制収容所から移送されてきた、者たちの収容区が存在していた。ここが一番大きな収容区だった。後に、この収容区と、高下ユダヤ人の収容区を厳重に隔離するために、電流の流れた、有刺鉄線が設置された。収人数が急増した後には、助手の一時収容先として、 テント収容区も設けられるようになった。なおベルゲンベルゼンにガス室はなかった。SS が解放直前に関係書類などを焼却処分したことから、ベルゲンベルゼンの正式な犠牲者数は現在でも不明である。エーベルハルト・コルベは解放直前の数ヶ月だけで5万人に達すると見積もっている。PG ファッシーナは、 中央所解説から1944年12月31日までの間に12万469人が死亡。1945年分も含めると17万人以上が死亡したとしている。英軍に逮捕される所長クラーマー監修らの裁判前列中央9番のワッペンをつけているのがイルマグレーゼ。ありがとうございます。